既存の作品と違うような、なんかここが違うぞっていうようなものを出すためにはどういうことに気をつけたでしょうかという質問です。はい。岐阜時代の信長っていうのはまず一つの枠をがあって、そのフィールドの中で文化人か魔王かっていうテーマ、文化人か魔王かというテーマを出すということですね。それから、最後パッドクという敵を組む一つで、これまであまり描かれてなかった貴重な彫刻みたいなのを、今までも空き家とか本能寺まで一緒だったりなっていうのは結構あるんですけど、私は離縁されたっていう説にのっとって、この彫刻の貴重との、愛憎ドラマっていうのを、これまでにない信長としては書いていたつもりなんですが、ただね、あんまり気負うとダメなんですよね。気負うとダメ。あんまり気負ってこう新しい信長が書いてるかもなっていうふうに思ってると、かえってうまくいかないみたいなそジうレンですマ、か。やっぱりあんま気を照らすと、エーペックス小説じゃないので、あくまでも戦国時代を描く、その戦国時代で苦悩する信長ですから、あんまりこう気を照らすと良くないなと思いつつ、その時は進捗方向を常に見ながら、原点立ち返るみたいな感じで書いてたんですけどね。なかなかそこら辺は僕と全然スタイルが違うんで面白いですよね。僕はいつもなんか奇をてらってばっかりますけど。